人工知能とか AI っていう言葉に対してやっぱ憧れがあったんで、まあ、なんかそういったことをやっぱ勉強できる環境はそのやっぱ情報工学かなと思い目指してました。ネットワークの普及によって、まあ、この通信トラフィックっていうのが年々今増えてってる状態にあります。このどんどん増えていったこの通信トラフィックにどういうふうに対処していくかっていうと、この光ネットワークっていうものに今非常に注目が集まってます。自分はこの大容量化をどういうふうにどうすればできるのかっていうのをずっと研究しています。例えば今その自動運転とかってまあ年々注目を浴びてると思うんですけど、この自動運転をまあ私たちの日常で実現するためには大量のデータのやり取りが必要になります。で、実際この私の行っている研究がうまくいけば、何でしょう、この自動運転でその大量にデータをやり取りする際のその技術に用いられるのではないかなと考えてます。光ネットワークっていう分野、実はその情報工学ではまだ新しい分野で、まだ全然その研究が進められていない分野なんですよ。なんで日々のその小さな工夫から、なんか誰も到達したことのない素晴らしい結果をま得られるっていうのが非常に面白いかなっていうふうに思ってます。研究室に一日中なんかこもって研究をしたり、なんかレポートも毎日あるのかなっていう印象だったんですけど、情報工学科そんなことはなくて、なんかしっかり結果さえ出していれば自分のこの好きなことにやっぱ時間を割けるっていう部分は非常にいいなと思います。まあ、その自分で言うと、大学2年生の頃からインターンに行っていて、他の大学生の子と一緒にその会社でウェブアプリを作成するみたいなことはありました。情報ってその世の中にこの必要不可欠な存在になってきてると思うんで、そのどんなことでもいいんですけど、この世の中の情報を使って世の中にその新しい価値を届けていきたいっていうことはやっぱ自分の中でずっと目標としてあります。今この情報っていう分野にこの興味がないとか、なんか難しいなっていうことをまあ考えてる人でも、まあ情報工学科に入れば必ずなんか自分のやりたいことだったり興味あることが見つかってると思います。で、東京理科大学の情報工学科はそんな人たちがまあ学べる環境だったり教えてくれる教授陣がたくさんいるので、まあ、そういったところでまあ学べるっていうのはベストな環境だと僕は思います。